理系の人がこう組織のトップに日本ってあんまりいないんですよね。本当の天才っていうのは意外に弱みもあるんですよね。まあ、日本っていうのはこの技術者が足りないっていうのと、社会の技術者の地位も低くて、技術力持ってる人たちがいろんな分野で活躍するっていうこともすごく重要だと思いますので、で千葉工大っていうプラットフォームでいろんな新しいことをやっていけば、もしかするとすごくインパクトあるんじゃないかなっていう気になって、そしていろんな千葉工大の先生たちとかスタッフと話してたら、結構なんかみんなもサポートしてくれそうな感じだったので、今の教育のシステムもきちっとやって、働く人をたくさん作んなきゃいけないんだけども、それ以外にリーダーになる人、ベンチャーのトップだとか官僚のトップだとか政治家とかもやっぱり技術力が必要なの で多分文系の人に技術を教えるよりも、技術に文系に行ってもらう方が楽で、工学を分かる大学の中で法律だとか経済だとか哲学を入れて未来のリーダーを作るっていうのが必要なんじゃないか。やっぱり日本の教育システムっていうのはこう弱みがちょっとあると、なかなかこういい大学に行けなかったりするんですよね。ちょっと変わった人たちをこう育てられるような環境をもっと作るっていうのも、これは大学だけではなくてやっぱり小中高でも必要なんじゃないかなと思うんですよ。で、そういう、こう幅が広い子たちがこう排除されなくて入るシステムっていうのって、結構実は作るの難しくて、でそういう標準化が好きな日本はそこが今までなかったと。これからやっぱりクリエイティブなものだとか、やっぱりみんなと違うことをやらなきゃいけない社会だと、コンピューターとかロボットは弱みを補ってくれるので、だから手で全部やらなくてもいい、だからやっぱり弱みを補って、技術を補って、で強みを活性化するっていうような教育と、今までの標準化された人間を作る教育って結構ほぼ真逆だと思うんですよね。かというと、こう根っこのシステムをこう改善するべきことはたくさんあると思うんだけども、まあ、オンライン教育だとかコミュニティでやるとか、プロジェクト型にするとか、僕なんかだったらプロジェクト型だったらいくらでも勉強するんですよね。ただ何のために覚えなきゃいけないけど、先生に言われたからこれやりなさいとか本読みなさいっていうのは全然ダメだったし、あと本読むのがダメな子だとか、いろんなタイプ、学びのタイプがあるので、そこは多様にするっていうのはできると思うんですよね。